シャバンです。あれはシャバンなの？ちょっと硬くないですか？声が。
から出入り自由なんだけど、ああやっぱ午後は暑いから中入っちゃう。あ、あの子、子供じゃない？あの、さっきの こっちが夏でこっちが雪か。
左がこっちが夏でこっちが任せてるね。400キロ、500キロ、お勝つか、握りつぶされたの。親子だ。じゃあ何年生することはない。だからさ、200キロ体を自分で隠れてる。多分これ兄弟だと思うね。兄と清馬さんだと思う。尻尾がないですね。ゴリラもね。ね、ちょっともうあれでしょ、お尻の後ちょっと黒くなったでしょ。おっとおっと。すごいカッコしてる。すごいカッコしてる。ちょっと恥ずかしいから。お腹出てるね。ボコボコやってるよ。ちぐみ、ちょっと出てるよね。ちんちん、ちんちん、ちんちん。でもなんでここ出てるの？ここ出てるの？オスはね、こうちょっと背中からこう足元ちょっと白くなるもん。これ多分清正のね。すごいね、せい。ケツカヨ、うん、柔らかすぎね、体。ああ、ふざけ合って。何歳になるともうシャパニー、確かに28歳だ。こんなのあんまり見れないね。キヨマさんが11歳かな。あれ何？あれはお母さんだと思うよ。え、おかっ、OK、 本当にゴリラって、ね、多分ね、足手なの。クーラーついてるから部屋の雰囲気に涼しくていいんだよ。外が暑いから。あ、ここだよ。あ、ケツブリってやった。これちょんびしたの。目の前でやってる。
Thank you.
着ぐるみって怖かった？ちょっと怖かったか？ちょっと怖いね、やっぱ。